れ。寒天ありがとう。こんばんは、中村舞です。暑かったね。ね、今日暑いね。皆さんこんばんは、中村舞です。前髪が決まりません。こんばんは、こんばんは。ゆきありがとう。お疲れ様、ありがとう。お疲れ様。土曜日ですね。一人だよ、そう、ずっと同じ部屋に泊まってます。よいしょ。さっき梅昆布茶飲んでたよいしょよいしょ。ちょっとね、東京にいます。明日はね、リリースイベントと八ツ井フェスに出演させていただきますので、はい、ラゾーナ川崎でお会いしましょう。は、そう、昨日はね、オールナイトフジコ、そう、見てくださってありがとうございました。愛の重さ、初めてね、テレビバージョンを披露させてもらったんですけど、見ました、ありがとう。ありがたい焼き。そう、私もリアタイしましたいました、あの普通にそう、曲振りとかは生放送だったので、たまたま今日渋谷のタワレコ行ってサイン見てきました。そう、今日はね、ご挨拶行ったんですよ、タワーレコードの、そう、渋谷店さんと、HMV さん、そうなんですよ。どね、もうすごいね、 STU ドドンってアルバムって飾ってくださってて嬉しかったです。皆さんもぜひ行ってくださいね。タワーレコードさんとか、あの入り口のところにドドンって、そう、写真っていうか、そう、載ってるんですよ。すごいの、本当にあの入り口のところ、本当に大変ありがとうございます。うん、超嬉しい。外にも中にもって感じで。ありがとう、初級さんも。中村舞です。こうしてありがとう。そう、その後おきちゃんに会いました。今日はなんかどっかのタイミングでご飯行けるかねって話してて、そうで行きました、おきちゃんと。
そうきちゃんとはご飯食べてかき氷食べ行ってそうちょっと話して解散しましたよ。うきちゃんも今舞台の稽古中で今日がオフだったらしくて、そう、そうタイミングバッチシで元気だった。え、元気だったよ。なんかさあ今日はチャーハン作って食べたんだって言ってたよ。なんか自炊をしてて今日はチャーハンを作ったんだって言ってた。で、なんか何チャーハンなのって言ったらなんか、え、なんて言ってたかな、なんか卵となんかなんだっけな、なんかとなんかふりかけを入れたんだみたいな言ってて、ふりかけって新しいねみたいな話したんですけど、なんか和風のチャーハンを食べたって作って食べたって言ってた。あ、キムチか、キムチとふりかけ、え、なんか絶妙な組み合わせのものを入れるなって思ってたんですけど、なんか味をつけないとと思ってふりかけを入れたらそれがすごい美味しかったって言ってて、キムチチャーハン美味しそう、キムチチャーハン美味しそうだね、キムチ絶対合うよ。多分ありがとうございます。で帰り夜何食べようかなって言いながら帰っていきました。なんか、そう、なんか微妙ご飯を食べたんですよ。なんかマジで微妙なご飯食べて、なんかもうほんと昼なのか夜なのかもよく分かんないようなご飯食べたんですよ。で夜ご飯何食べようかなって言いながら帰っていきました。もう冷蔵庫に何もないって言いながら帰っていった。ありがとうございます。私もね、ご飯は食べましたよ。いっぱいたらふく食べました。お腹いっぱい。ありがとう。なんか自由が丘、自由が丘ってとこ行きました。なんかここら辺はカフェがいっぱいあるんだって言って連れてってくれて、そうそう、なんか自由が丘には犬がいっぱいいました。なんかあのおしゃれ犬がいっぱい歩いてました。なんか私犬がすごい好きなんですけど、犬を散歩している人も見るの好きなんですよ。そうで、なんかすごい服を着た犬がいっぱい歩いてました、自由が丘。おしゃれ犬、ありがとうございます。ワンダフル。ワンダフル、かわいい。
ゆきハートありがとうございます。そう、オキちゃんに紹介してもらって行って、そう、ありがとうございます。明日もそうですよ、東京です。東京っていうか神奈川ですね、川崎。そうです、やついフェスは東京、やついはね、夜なんですよ。夜出演させていただきます。渋谷人がめちゃくちゃ多い、本当に。あと暑い、めっちゃ。なんか本当に暑すぎて、なんか、うん、夏感じてる。暑くない？なんかさ、渋谷とか人が多くってさ、でもさ、なんか日傘さしてる人とかもいっぱいいるからさ、日傘がさ頭に刺さりそうになる。なんか人がいっぱいいる割に、あの傘さしてる人もいるから、こう頭に、あー大変です。だから誰かの傘に入れるぐらい人がいっぱいいる。こう、はい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 。めっちゃ人多いです。土曜日だったからかな、今日は特別。そう、今日は土曜日だったから、まあいつでも人は多いか。なんかさ、東京に来てさ、でもさ、おきちゃんと会って何したらいいか分かんなくって、でとりあえずご飯食べ行こうみたいな感じでどっか行ったりして、その後何したらいいか分かんなくって、で何する、どうするってなって、でじゃあ観光でもするとか言って、でも結局観光はしなかったんですけど、なんか行きたいとこあるとか言われて、えーって全然、なんかどこだろうって全然なんか出てこなくって、パッて。でなんか、じゃあ東京タワーとかって言ったら、あ、じゃあ東京タワーでも行く、二人でとかって、私行ったことないわとか言われて、でいや私もないよって、で結局行かなかったんですよ。ちょっと東京タワー行かなかったんですけど、まあ、観光でもするかって言ってそう、私もねって、まだ東京来て観光してないけんねって。ちょっとブラブラして、いや、そう、なんか時間ない難しいですよね。でも私東京タワー行ったことないから行きたい。浅草？行ったことあるよ、浅草。千穂ちゃんと前に行ったんよ。あの、雷門があるとこでしょ？行きましたよ。で、スカイツリーのふもとまで行って帰ったんですけど、その、
行ってみて、自力で行ってみて、浅草とスカイツリーって近いんだっていう発見があって、そうなんだ、ありがとう。なんか浅草のなんか被ったらいい煙みたいなのをこうファ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 ってして帰った気がするなんかそんな煙悪くない？煙っていうんかな、湯気かな、わかんないけど、なんか黙々ね、あれ賢くなんの？そうなんだ、賢くなったか、それはまあちょっとわからんけどね賢くなるんやあれ。そう、なんか美味しい飲み物とか飲んで、賢くなったかもしれません。お寿司屋さん高かった、なんかでも高い、高いところはいっぱいです高いです、結構。あと今日はおきちゃんと行ったカフェお店でなんか現金で払ったら、いやここはキャッシュレスなんでみたいな、カードかみたいな、なんかキャッシュレスでみたいな、なんかカードなんかネット決済でお願いしますって言われて、なんだってなんだってってなりました。現金はって、現金使えないのって結構私的にはやばいってなるんですけど、そう現金派なんで、現金使えないお店増えてる。え、そうなの？なんかねえ、え、ペイペイで払ったよ。ペイペイ。でもなんか確認しないと大変ですよね。きなこ山盛りかき氷。うん、その前にもう一個行ったの。普通にご飯食べた。ありがとうございます。なんか大変ですよ。ありがとうございます。リキュー明日さ、え、そう、なんかあのキングレコードの人に、あの千穂ちゃんと話し、あのキングレコードの人がいて千穂ちゃんと話してたんですけど、あのお弁当の話をしてて、であの今度のリリースイベントは川崎じゃないですかって、で、あの鳥Qが蒲田にあるって聞いたんですけど、ちょっと近いからもしお弁当があるんだったら、あの第一希望鳥Qがいいですって言って、で、あの第二希望はオーベルチーヌでって言って、で、えー、そうなのってなって、それが好きなのみたいな話になって、そうなんです、そうなんだって、お弁当情報全然知らなかった、ありがとうって希望を伝えて、そう、よろしくお願いしますって。で、でもあのお弁当、なんかお弁当を用意してくださる人は結構毎回違ったりするから、ちょっとあのリリビアわかんないけど、あの覚えとくねって、お弁当共有ラインみたいな
あればいいんですけどね。いやね、そうお弁当ね、いやトリキューはね本当に1回しか食べてないんですよ私。だからもう1回あの感動を味わいたい、食べたい、食べたいですね。1回のみ覚えてます私は。あの M ステ M ステ2回目に出演させてもらった時かな、その時に出たあのトリキューのお弁当、覚えてますよ。私が新幹線で寝過ごす前日に食べたお弁当がトリキューですもう覚えてます本当に。あの深夜に食べたから覚えてる。ありがとうございます。泣くほど美味しかった忘れられない味なんか覚えてるもん。それはなんか深夜にうまーって思いながら食べたもん。忘れられないことが続いた。そうだね。本当にね。明日って13時半に着いたらイベント間に合わない？え、みんなどうですか？間に合わないですか？ライブはさ、あれだよ。観覧無料だよ。だからどうだろう。11時から CD 販売だよ。だからそのわかんない。ライブは見れるはず。ぜひ皆さんお待ちしてます。明日はお昼に、そう、池ちゃんのオープニングアクトがあるのと、あと私の、私池ちゃんと同じ連です。4人連、そうだね明日もね。お昼とか一番暑いんじゃない？上の階から見れます。上の階から大暑いね。みんな暑さ対策してきてね。飲み物も、手汗が心配です大丈夫だよ。
まあ自分が気にするよね。タオル持ってきとくのはどう？汗も拭けるし。日焼けに気をつけて。マジで本当に日に焼けるのはもう嫌なんですけど、日焼け止めを塗るのが好きじゃなくって、あんまりなんか苦手なんですよ。なんか塗るのが得意じゃなくってそうだから頑張ってビタミン C を飲むようにしてるんですけど、会話一言二言、どうだろう。でもラリーはできるけど、この透明のシートがあるんですけど、結構聞こえづらくって、ちょっと大きめに声話さないと、うんうんっていう時間になっちゃうかもしれないから、よかったら大きい声で話しましょう。そう、ちょっとね、聞こえづらいんよね。そう、あとそう、複数連夜と特にね、声がね、そう、周りの音もあるから。え、マイクはねない方がいいよ。私マイクあったらちょっと逆に聞き取りづらかったりするから。まとめ出しはあるよ。マイクはね、逆にやりづらい。ありがくま。とりあえず頑張って会場行く。待ってます。お待ちしてます。ありがとう、お花。今日さ、ユイリーさんの誕生日だからさ、久しぶりに LINE したんですよ。そしたらさ、あなた元気なのって来ました。心配されてる、私。心配されてました。超元気。元気です。なんかでもすごい、その後に背負いすぎないでねって、なんか心配してるよって。そう、優しいです。へーん、会いたいってなりました。ありがとうございます。あと今ありがとう。会いたいですね。ふえ。
でも会いたいけど、なんか会ったら恥ずかしいからなんか会えない。一方的に見たいかもしんない。なんか恥ずかしい。恥ずかしい。なんか自分の通訳の人とか用意していきたい、一緒に。なんか泣いたいけど恥ずかしい。話せなそう。なんかどうやって話しよったかを、覚えてないっていうか。オンライン話し会撮ってみたら。ダメだよ、ユイリーさんは。本当にみんな話したいんだから、貴重な枠を私が撮っちゃダメだよこればかりは。でもライブ見に行きたい、本当に。そう、ありがとう。私でもさ、毎回確認してるんだけどさ、東京行くタイミングでさ、劇場行けないかなと思ってさ、なんだっけ、 AKB48 グループのチケットセンター、チケ戦ずっと見てるんだけどさ、大体いつもなんか行けないんだよね。ってこう見て、出演メンバー見て、ふむ、なんか大体なんかかぶんない。推し登録ゆいりちゃん、そうだよ、私の推し登録はゆいりさんだよ。ゆいりさん推し。私がね、東京に行ってもなかなか、何ですか、一日っていうか、その時間が空いてなかったらいけないので、ひい、たゆき、ありがとう。登録まいちゃん、まいちゃんですか、 STU まいちゃんですか。公園見たい、公園が見たい。登録まいちゃんですよ、ありがとう。推し登録まいちゃん、わっしょい。人生的劇場公演に楽しいものだね。ねえ、行きたい。行きたいのに行けないもどかしさ。写真集楽しみすぎて毎日ご飯が美味しい。じゃあ8月27日まで毎日うまいうまいって食べれるよ。ご飯が8月27日発売ですので毎日うまい。
私の写真集のタイトルどんなになるかな。全然思いつかない。未完成人？え、何それ、未完成人って、みかんのせあれとかけてるの？未完成人ってえ未完成とみかんかけてんの？遊泳歓迎、なんか絶対おきちゃんのなんか言われそうじゃんおきちゃんの遊泳取っただろう。すごい、なんかすごいの出ました。アルフォートさんありがとう。ありがパンダ、ありがパンダタワー、ありがとうパンダ。あの、私すごいタワーのお礼をずっとできてなくって、で4月28日の分からあるんですよ。で、あの、明日4月28日のお礼しますね。で、書いてるんですけど、そこの分は。ちょっと予告しようと思って。すみませんね。4月28日が20人ぐらいいらっしゃって、ちょっと、なので、明日、一旦4月28日の分だけお礼させていただきます。すみません。そう、ツアーの初日に、そうなんですよ。すみませんね。昨日の、あの、待機時間にずっと書いてた。ずっと書いてました。ちょっとずつやります。ちょっと待ってください。すみません。ありがとう。寝てなかった。え、そうなんですよ。なんか、でも聞いてください。なんか STU のみんな元気すぎて、本当に。なんか、より一層元気になったんですよ、最近。STU の楽屋。もう、みんな、もう、目パッチリ開いて、もうみんなずっとなんか話してて、本当に、もう、本当すごい。女子校みたいな感じ。なんかもう、めっちゃみんな元気。いや、本当にすごいの。もう私なんか、公園に座ってるおじいちゃんみたいな気持ちで、元気じゃなーみたいな感じで見ちゃう。本当に、みんな元気すぎてもう、本当に、びっくりするぐらい元気なの。しかも待機時間がね、4時間ぐらいあったんですよ。4時間ぐらいずっとみんな、もう、本当にずっとなんか話してて、すごい元気。いや、寝てる人はいたかな？いたと思うけど、なんかほんと少なかったと思う。本当に本当に本当に、もうね、みんなね、
元気めっちゃ。ありがとうございます。昨日はね、そう、事前収録してたので。そうなんですよ。ゆきありがとう。マイキューはいろいろしてたよその何ですか、自分のことしたりとか、あとはね、そう、なんか写真集のカットとか、そう一緒に選んだりするんですけど、先行カットじゃないですけど、なんか出たじゃないですか、最初の4枚ぐらい。あれも、この、なんか一緒にね、そう、私も一緒に選ぶんですよ。そう、だから、この中から選びましょうってやつで、まあ選んだりするんですけど。そう、自分も一緒にね、参加させてもらってます。そうそう。なんか何カットか見せてもらって、この中から、この、衣装からどれにするみたいな感じで選んだりしてるんですよ。相談しながら。ありがたいやき。おへそは先行で出なそうだなおへそね、おへそね、いや、そんなに私はギリギリまで引っ張る、別にそんなにおへそあれですよ、そんな、何ですか、そこまでおへそをなんか隠したいと思ってるわけじゃないんですけどね。アイドルズの時？え、そうだよ。お腹出しの衣装だったんだけど、じゃあ別に、何ですか？ NC が出たんだよ、普通に。そう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 。アイドルズの衣装ね。お腹禁止。うん？ごねたわけじゃない。NG が出たんや。そう、NG。お腹 NG。そう、だから、衣装が多分黒いなんかインナー着てると思う。あれはね、そうなんだ。NG、 そう、
うん、そう、可愛かったよね。もうなんか、お腹 NG。でさ、いつかさ、ジッパーの衣装着たい夢なんですけど、着れないかな。あれ、お腹出しだよね。可愛いよね。可愛くない？お願い、背中のジッパー。ジッパーかわいい。ジッパーやりたい。ステージは絶対ないね。ね、衣装の感じでしょ。あ、そう、でも愛の重さの衣装、愛の重さの衣装っていうか、今年の新制服はそうですよ。スカートがちょっと短い丈があるから、うん、私は短パンシースルーバージョンなんですけど、ミニスカも履いてみたい。ミニスカの人はロングブーツなんだよね。マイケルの腹筋は割れてるって奥ちゃんが。いや、やめてください、そんなハンドル上げるの。本当にやめてください。あの、割れてないと思います。はい、本当に。どんな情報ですか、奥ちゃん。私のいつ見たお腹のことを言ってるのかちょっとよくわかんないんですけど、本当にそんな割れてないです。割れてないですよ、もうやめてください。全然割れてないです。いや、おきちゃんにオフショット見せてない。全然、そんなもんじゃありませんよ。ちょっと。でもね、腹筋はね、ちょいとあるんよ。けどね、その割れるばいね、いかんね。なんか割れるって結構ね、あの、本当にもうバキバキじゃないとね、割れんけんね。え、おきちゃんと写真集のこと話したよ。そうそう、話しました。今日話しました。でもまだ、いろいろ、見せてない。なんか、あの、写真集決まったって日に、あの、みなみさん、石田みなみさんがね、みなみさんが、あの、LINE くれたんですよ。で、まいちゃん写真集おめでとうって、LINE くれて、で、絶対買うよって、メッセージくれて、私も嬉しくって、ありがとうございますって、それでは、999冊、よろしくお願いしますで、冗談で送ったんですよ。ちょっといじりたくって、どうしても。私、みなみさんを見るといじりたくなってもうしょうがなくって、もうよろしくお願いしますで、あの、すごい、キャンみたいなスタンプ送って、そしたら、みなみさんから2日3日ぐらいちょっと返信がなくって、で、私、なんか、あの、あれ？と思ってたんですけど、そしたら今日、おきちゃんから、その話をされて、いや、みなみさん、あの、まいちゃんから999冊って来てから、なんか相当、これ、本当だと思うって、真面目に悩んでたよって、言ってて、私、そう、本当なわけない、冗談ってなって、いや、みなみさん、本当に真面目に悩んでたらしくて、真剣に、本当かなって。私はそう、後から返信が来たんですよ。あの、一冊予約しましたって来て、で、本当ですか嬉しいってなったんですけど、もうなんかちょっと、
反省してめちゃくちゃ、その南さんいじりたいがために、そう言ったら本気で悩ませてしまって、そう、もうほんとごめんなさいっていう。いや、そう、めっちゃなんか、おきちゃんに相談が言ってたらしくて、これ本当だと思う?って、まいちゃんのこの、発言は本当なのかな?みたいな感じで、すごいなんか悩んでたって言ってて、え、なんか本当にごめんなさい、もう一生冗談言いませんってなりました。それを今日おきちゃんから聞いたんですよ。私のみなみさんをなんか見るといじりたいって気持ちになっちゃうんですよね、なんか。確かに私がさ、なんか人をなんかこういじったりすることってあんまないですもんね。まあ、そうですよね。多分なんか私のキャラからしていじるのかなって思ったんですかね。なんかでもそうかもしれない。あんまいじんないですよね、私。ありがとう。なんかこの紫のありがとう。反省会反省しました。あと最近お姉ちゃんがめっちゃ LINE してくれるんですけど、今日も明日リリーベ頑張りなよ。なんかめっちゃさ、昨日もオールナイトフジコ頑張りなよ見るねみたいな。お姉ちゃんがめちゃめちゃ LINE をしてくれます。そんな喋り方だったっけ?いや、本当にこんな感じなの。なんかお姉ちゃんは、そう、最近、なんかテンションがあれで、なんか、私、そう、アルバムが発売されて、そのアルバムを見てから、なんかいろんな人に言いたくなったらしくて、自分の妹なんですっていろんな人に言いたくなったらしくて、でも言えなくってもやもやしてるらしくて、ずっとうーってなってるらしい。私は言いたいんだって。LINE が来た。言いたいんだって、でももやもやしてうーって、もどかしいって。俺も職場で行きたいけど黙ってる。布教していきましょう。兄貴はね、そうなんですよ。
ちの会社の人はほぼ知ってる。でもあれなのかな、なんか知られたりしたらさ、あれですか、会社休みにくくなったりするから言わないって人もいるかもしれないよね。休みが取りづらい。信じたらまたライブかって言われる。え、そうなの？でもライブに行くんで休みますって言える社会がいいよね。なんかその方が良くない？趣味とか楽しめる、楽しい、そんな世界がいいよね。まあ現実はなかなかそうともいかんかもしれんけど、どなるもありがとう。理由は聞かれません。そうか、理由はね、ありがとうございます。有給ってさ、まとめて使ってもいいの？なんかどんぐらいあるかわかんないけど、一気にまとめて使ってもいいもんなの？いいんだ。まとめ出し？あ、有給まとめ出し？していいの？会社による？イントネーション違くない？え？有給の？有給じゃないの？今日の服かわいい。ありがとう。ハート柄なんだよ。じゃーん。なんかね、定期的にね、イントネーションが違うって言われるんですよ。何ですか？何ですか？何ですか？え？何ですか？あずみんもイントネーション言われるらしいね。なんか言われてたよ、あずみん。あずみんもなんか、私全然気にならなかったけど、なんか言われてるのを見たんですよ。なんか先生のことを先生って言ってて、先生って。そしたらなんか、先生って言ってるの、なんかイントネーションが違うみたいに言われてて。で、もう言われたらまあ確かにそうかもしれんけど、まああんま気にならんけどなぁと思って。いや、そう、なんかね、あずみんも言われるって、うん。ダンスの先生とかのこと？先生、関西のイントネーションなの？これ私のイントネーションはなんか、え、何？独特？私はあの、あれなんですよ。中村なまりなんで。なんか、あの、何ですか？
何なまりか分かんないけど、多分これは中村なまりなんですよ。なんか愛媛の人と同じ訛りかって言われたらなんか違うっぽくって、だから中村訛りです。そう、なんか愛媛訛りじゃなさそうなんですよね。お姉ちゃん、あ、お姉ちゃんはでもね、お姉ちゃんなんかいろいろよ。お姉ちゃんなんか兵庫住んどったんよ前、やけんさ、あれなんかちょっと関西弁が入ってる時期があって、やけんたまに関西弁っぽいなんかイントネーションの時あるし、そう、なんかお姉ちゃんはまたなんかちょっと違う気がする。今日ありがとうございます。家族間で違います。お父さんなまってるなとか思ったことないかも、あんまり。今日は広島弁まだ使えんの？え、多分使っとるよ。なんとかじゃけんとか言うよ。じゃけん。え、違うって言われた。なんで？違う？え？ジャケー。違うんですか。ヤケよくありません。このもうたびたび出てくるこの染まるっていう単語、本当によくありません。染まる、違います。染まるじゃないんですよ。染まるはまたちょっと違う。あの染まるってこう別の持ってた色から違う色に染まるみたいな、全く違う色になる感じじゃないですか。そうじゃないんですよ。染まるじゃないんですよ。なんか追加される感じ、自分の色も持ってるし新しくもう一個来たみたいな、二色になったみたいな感じだから、だからあの染まるじゃないんですよ。色が増えた。そう、増える感じ。あの元のがなくなるとかじゃないの。違う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 。そうなの。なんか染まるって単語がなんかってなりますね。変わらない部分もあるの。
マイちゃんに染まってます、マイキューに染まっていいですか、ウィーン、私は何色、マグカップすごいのが置いてる、あそこ、そう、ここに置いてる、さっきまで飲んでた、そうなの、見てます、何飲んだ、梅昆布茶、梅昆布茶ってうまいよね、私あの酸っぱいの苦手だけど梅は好きかな、梅昆布茶は好きかも、ごめんしてありがとう、なんか私さ2日前ぐらいにさ歌ってたじゃんか、もうなんかあの愛だとか言ってなんか片思い系のソングとかいっぱい歌ってたじゃないですか、さあなんかあの後にさ、そう思い出した、なんかあの後にさ携帯 LINE が通知が来ててね、パッて見たらね、イケちゃんから来てたんですよ LINE が、たらなんか マイキューさん今好きすぎてって歌ってましたかみたいな LINE が来てて、でえ何これやと思って、え歌ってたけどど、ええって送ったら、たらなんか廊下に響いてましたよみたいな言われて、なんか廊下中に、なんかそう、なんか私の歌声がちょっと響いてたっぽくて、なんかそうホテル、そうなんかイケちゃんが帰ってきた時にホテルでなんか歌声が聞こえてきて、で絶対マイキューさんの歌声だって思いましたみたいな、サーヤンところにも聞こえてたよ、え嘘だ、ちょっとやばいですよね嘘だーってなりました、でもさなんか声だけ聞いてさマイキューさんだと思いましたってさ言われてさ、私って歌声わかるんだって思いました、うん、わかる、私自分で聞いてなんかあんまわからんけんさ、わかるよって、特徴的？嘘だ特徴的じゃないよそんな、わからんけど、綺麗な歌声ってありがとう、嬉しい、歌声は可愛らしい、え喋っとる時と声が違うってこと、めっちゃ特徴的っすって、ちょっと控えめな歌声、低め、あでも自分でも低いと思う、ちょっと声違うよ、ね、歌声は可愛いっていうのやめて、歌声も可愛いって言ってほしいねえなんだかなねえ、褒めてください、
時間大丈夫って思った。35分ぐらいか。いい声してる、ありがとう。なんかでもね、なんだっけ、なんかそう、写真集撮ってる時のカメラマンさんが、声のお仕事できそうな声だねみたいな、すごいいい声だねみたいな言ってくださったんですよ。でも私絶対滑舌が悪いから滑舌悪くてそんなのできませんって、ちょっとそう思ったんですけど、声を褒めてくださって嬉しかったんですよね。あんま声褒められることなかったんで、いやそう、そんななんか声注目されることそんななくない？いや滑舌悪いよね。ナレーション、あのあれなんだっけ、音読じゃなくて、なんだっけ、聞かせるみたいな、なんだっけね、あ、朗読だ、そう、朗読、朗読、朗読でもしようかいね。ラジオ、あ、始まりました、中村舞のラジオ。お送りするのは中村舞です。こんばんは。たくさんのお悩み相談ありがとうございます。あ、深夜ラジオしましょうかね。深夜ラジオ。私の悩み、私の悩みか、エレベーターに乗ってる時にですね、こう開く階でもしなんかゾンビみたいなのが乗ってきたらどうしようとか考えちゃうんですよ。なんでエレベーター乗ってる時が一番緊張するっていうか、なんかどこにも逃げ場がないから、こうビーンって上がってて、チーンカーとかできたらもう逃げ場がないじゃないですか。だからそのエレベーター乗ってる時が一番緊張感あるっていうか、そのそれが結構悩みで、そのなんかよく緊張してます、エレベーター乗る時。特にこう人がいない時のエレベーターとか、倒せないよ。え、結構私これマジでドキドキする。あと家に入るまでとかドキドキする。もう早く鍵開けたくてカチカチカチ、早くみたいな、早くしないとなんかが入ってくるかもみたいな、もうなんかそういうなんかちょっと何かに追われてるみたいな感じの、なんかゾンビ見すぎてそう思うようになってしまいましたね。
虫が、いや違う、ゾンビが、ゾンビがです。いや、この間も道にこうバタンってしてる人がいて、で明らかに、まあなんか、まあ、近づいてみないと分かんないと思ったんですよ。この人は酔ってるのか体調が悪いのか。でこうさーって寄ってみて、でこうちょっと伺ったんですよ、様子を。でもこの人もしかしたらいきなり起き上がってゾンビになったらどうしようとか考えて、もう本当にってなって頭抱えて、そう結構悩み、これもなんか頭の中でこうホラーな瞬間が一気に脳裏にこうふわーって、うわーどうしようって思って、結局その方はちょっと酔ってただけだったんですけど、いや悩みだね、これが悩みですね。一時期さ、今はないんだけど、一時期家走って帰ってたもん私。なんかゾンビとか、なんかその街を歩いてる人とかが実はとか思ったりしたら怖くて。カウンセリング受けた。いやちょっと待って待って、でもゾンビやったら楽しんで見てるから結構。走ってきたく、でも走ってきたくのいいところがあります。早く家に着くところです。皆さんぜひやってみてください。走って家に帰ったらすごい早く家に着く、当たり前だけど、あもう家に着いたみたいな。私の悩みはそれですね。なんか悩んでますね。まあ、悩んでないですね。悩みかな。あんま悩んでないですね。悩みがあるかな。どうだろう。あると思うんですけどね。楽しいかも。悩んでませんね。あ、でもなんか食料を溜め込みすぎてしまうみたいな癖があるのは悩みかも。それもゾンビウイルスが感染したら家にこもらないといけないから、食料は溜めておかないととかめっちゃなんかたまに考える。ゾンビいないけどね、今は。今後いるかもしれないしね。マイケル基本溜め込む。そう、私なんか貯蓄癖、なんかあれ、あとさ、ストック癖があって、シャンプーとかも予備がないとめっちゃもう嫌だ。もうなんか予備の予備がないと嫌みたいな、もうなんて言うんですか、さらに予備がないと嫌だみたいな人。なんか次亡くなった時どうしようみたいなの考えて、めっちゃストック癖があります。ムスター、え、でもこれはあるあるだよね。そしてありがとう。なんか亡くなりそう
だから買いに行かなきゃが嫌で、常になんか多めにストックがないと嫌かも。生活用品？これまでなら多分みんなまだわかるって人がいると思うんですけど、もっとわかんないことを言うんですけど、あの服のストックもないと嫌なんですよ。新品の服のストックだから、なんかなんて言うんですかね、これアイドルになってからだけなんですけど、なんか新品の服のストックがないとなんか満足できないっていうか、なんか心配っていうか、なんかまだ着てない服がないと嫌だ。タンスとかに、クローゼットとかに2枚買うわけじゃなくって、そう、なんか新しくまだ着てない服を何着か用意しとかないとなんか不安でしょうがないっていうか、そう、同じ服じゃなくてその別の服です。もうこれは一回着た服ってやつは、じゃなくって、まだ一回も着てない服が何着かないとなんか不安なんですよね。握手会、そうかもしれない、なんか握手会がある時からそういう感じだから、そうなのかも。そう、これは結局着るの。でも着るんだったらまた新しく服を買っとくの。だからその一回も着たことない服が常にないとなんか不安でしょうがないんですよね。今もある。だからなんかまだ着てない服とかこれから着るだろうって感じの服。着た服はね、何回でも着るんだけど、サイズは合うよ。いや、なんかね、買って着てない服、なんかすぐ着たくなるとかはないんですけど、なんか着てない服がないと安心できない。数年寝かす服、私もある。なんか結局そのシーズン着れなかった服とか次のシーズンで着たりする。わかんない、仕事あるあるなのかも。でも私なんか私服いりますよって時とかは結構新しい服着たりするんですよ。だからお話し会とかもいつも新しい服着たりするんで、そうかもしれないです。なんかそういうのでかも。ありがとうございます。服はね、いっぱいあるんですけどね、なんかおさらばできないからね、私なんか服増えていく一方でやばい、やばいです。メンバーにあげたり、いや、もう同期の奥ちゃんにあげたよ、前に。それが最後だったかな。うん。後輩だったリオちゃんにあげたことあるかも。うん。
ラハ、いやなんかソラハも欲しいって言われたけど、ソラハにはあげてないかも。なんか特に、それはなんか嫌だとか言ったわけじゃなくて、なんか、なーなーになってあげなかっただけで。ノースリーブ？いや、ほんとにね。ありがとうございます。あ、そう、お姉ちゃんと、そう、お姉ちゃんにあげることもめっちゃある。お姉ちゃんに、この服、一緒に着ようか、どうぞって譲るときもあるし、なんか、うん、お姉ちゃんにもあるわ。サイズ一緒。ほぼ。もらうことはないけど、あんまり。たまにあるかな。でもお姉ちゃんの借りることはよくあります。シェア。うん。お姉ちゃんとは服をシェアできるので。最高。最高ですよ。しかもお姉ちゃん、なんか、着てる服可愛いんですよ。だから、いいな、いいな、って貸して貸して。いいに行きます。可愛い系？え、可愛いっていうか、なんか大人、大人だわ。好きなセンスです。本当ありがとう。初期バージョンのマイケルすごかったから。いやね、本当に。なんてことかしら。今日はね、ワンピースなんだよ。そう。ででーん。ちょっと。ででーん。あ、もうベルト取っちゃったけど。はい、ワンピースがなんか遠征の時持ってくるのもちょうどよくて。50、そうだよ、もうこんな時間だよ。でもみんな、明日は日曜日だから。ね。明日の髪型決まってるか？なんで？どうしようかな。なんかでもね、私そう、昨日まとめ髪したんですけど、それなんかジャケットと同じっていうね、あのなんかあれがあって、にしましょうみたいなのがあったりして、そう、まとめたりするんですよ。だからなんかそういう縛りがなければ何でもいいんですけど、まあ、暑いんよね。ちょっと暑いけんね、髪の毛。どうしようかなってなってます。ポニー？まとめ？首が焼ける。確かにね。どうしようかな。まあ、おろしが好きなんだけどね、個人的には。でもね、こうさ、こんなんなるから本当に髪の毛がこんな。いい、ありがとう。寒天もありがとうございます。
まあ何かしら。おでこ、もうおでこは絶対に出しません。暑い、暑いな。写真集、写真集はおでこ出てるよ、出てるよおでこ出てますよ、全然出てますよ。出てるとこいっぱいあると思うよ。なんか写真集は結構自然体が多いんで、なんか何ですか、決めてない感じの、もうほんと自然な感じとか、なんかもうおでこがもうファサって見えてるやつとか全然ある。うわ、ミラーボールが飛んでる、ありがとう。いっぱいあると思う。もうちょっとおでこはいいし、よし、しかけた。ありがとう。ね、あと、さ、これさ、この時計遅れてんだっけな ?56 分ぐらい今。ありがとう。皆さん、明日はですね、夜、配信するんですけど、夜に、驚かないでください。4月28日のタワーのお礼をさせていただきますので、4月28日、はい、すいませんが、よろしくお願いします。はい。ちょっとずつさせていただくので、すいません、本当に。そしてちょっと壇上見ましょう。 N2F さん、山猫坊主さん、りょんきゅうさん、くまねパパさん、ミッキーさん、おっさんずさむさん、福ちゃん丸さん、福太郎さん、阿部ひろしさん、きなぺこさん、太郎くんさん、花丸さん。1位はドロドロン、アルフォートさんでした。ありがとうございました。明日はリリースイベントとやついフェス、皆さんに会える日曜日を楽しみに。はい、寝ますねお風呂入らんといけん、また明日です。明日は日曜日です。また明日。してありがとう。おやすみなさいませ。また明日。お風呂頑張れ。お風呂頑張る。みんなもお風呂頑張れ。明日も頑張ろう。おやすみ。見てくれてありがとう。またね。どんな涙だって拭ってあげるよ。
人を愛すその言葉は限りなく重い。あと一本あるよって。あ、ラブラブ、愛の重さ初めて分かったよ、君の気持ち背を追ってみて知った、心がしびれるくらいビビビ。なんかまるで世界に担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、無責任に。愛した頃は軽々、はいはいはい、持ち上げてた。おやすみ。皆さん、ゾンビには気をつけてください。また明日。